チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国得意の身勝手解釈、呆れるアメリカ、についてです。顎関節症で、顎の付け根が痛くて困っているマリナです。韓国政府、韓米ワーキンググループ、就業検討に合意、米特別代表、そんなこと言ってない。就業ではなく再調整。また、韓国政府の都合のいい解釈なのでしょうか。非核化がなければ、南北融和もないというアメリカの基本路線を、アメリカの前政権の、マイク・ポンペオ、前国務長官が発足した、米韓ワーキンググループでしたが、韓国外交部、外務省は、21日、米韓北核主席代表協議で、米韓ワーキンググループの運営現況を点検し、これを終了する方向で検討することにした、と、22日明らかにしたのです。アメリカと相談もなく、勝手に単独行動をしないようにするために、作られたワーキンググループですので、アメリカ側からしてみれば、そう簡単に終了するなんてありえないのですが、それが、終了発表されています。北朝鮮の制裁緩和を狙っている韓国の暴走行為に対して、アメリカ側が韓国の担当者に抗議をするためだけに、このワーキンググループは作られたものですよ。マリナは、そういう報道は信じないことにしています。なんか韓国にとって、都合のいい報道ですからね。中央日報から、韓国のムンジェイン大統領は22日、残り任期の間、南北関係や米朝関係を一定の軌道に乗せるために、可能な役割を果たしていく、と述べた。ムン大統領はこの日、チョンワで、大統領府で、アメリカのソンキム北朝鮮特別代表に会い、米朝関係改善に成功を収め、朝鮮半島の非核化と、平和の定着を成し遂げることができることを願う、と、述べたとパク・ギョンミ報道官が伝えた。ムン大統領は、南北関係の改善と、米朝対話が好循環して、発展することができるように協力していくべきだ、と強調した。韓半島運転車論に、要約される自身の北朝鮮政策を、10ヶ月余り残った任期の最後まで、続ける意向を明らかにしたと解釈できる。中略。アメリカのキム代表は、南北間の意味ある対話、関与、協力に対するバイデン大統領の支持を再確認して、米朝対話再開のために最善を尽くす、と答えたとチョンワでは伝えた。キム代表は、ムン大統領の面会と前後して、統一部のイーノン長官とソフン国家安保室長に会った。キム代表は、この日夕方、ソウル中区の在韓アメリカ大使館邸で開かれた、外交、安保関係者との懇談会で、解体手順に入った、韓米ワーキンググループについて、ワーキンググループの終了ではなく、再調整、という表現を使った。これに先立ち、この日外交部は報道資料を出して、韓米がワーキンググループを、終了、という方向で検討することで合意した、と明らかにした。韓米ワーキンググループは、トランプ政府時代の2018年11月に、南北経済協力事業が制裁に抵触しないように、議論するために組織された。制裁免除まで、ワンストップ議論が、可能だという純粋な機能があったが、南北協力の障害物になるという批判も受けた。アメリカキム代表がワーキンググループの、終了、ではなく、再調整、という表現を使ったのは、ワーキンググループという看板は外すものの、今後も局長級協議などを通して、ワーキンググループで扱った制裁問題などを、議論するという趣旨だと見られる。これは北朝鮮の意味ある行動変化の前は、制裁を維持するべきだというアメリカの基本立場とも一致している。これに先立ちキム代表は21日、韓日米の北核主席代表協議の冒頭発言でも、安保理決議をすべての国連加盟国、特に国連安保理理事国が遵守するよう求める、と述べたことがある。中略。
キム代表は、ワクチン支援など北朝鮮に対する人道的支援分野においては、非常に肯定的な反応を示したという。キム代表は人道的支援問題に対して、北朝鮮を対話テーブルに出てこさせるための、インセンティブ次元ではない。北朝鮮住民を対象に、純粋に人道的次元として考慮できる、という反応を示したと伝えられた。以上よ。また、約束事を、勝手に解釈して、北朝鮮におもねるつもりなのですね。もし、韓国が本当に必要なら、ワーキンググループを廃止するなんて、ありえない行動ですよ。よっぽど、手かせ足かせになっていたのでしょう。北朝鮮に背取り、密輸の行為ができなくなってしまったんですから。北朝鮮は、米韓ワーキンググループが、米韓時代主義の策略だ、と批判し、また、韓国は、対北朝鮮の主務部署である統一部でも、米韓ワーキンググループが、むしろ、国際社会の台北制裁に抵触しない範囲内で行われる、台北事業の妨げになっている、という不満をぶち上げている。北朝鮮とお仲間な、一蓮托生の連中にとっては、目の上のたんこぶになっているのです。ムン政府は、北朝鮮との融和と反日にしか舵を切れなくなって、追い詰められているのが見て取れます。だから、最近、心にもないわけのわからない行動を、日本にすり寄ってみたりするのです。北に支援する話し合いの場を、アメリカから切られましたって、終了、って言ってしまうのですよ。アメリカ、そんな甘くありませんよ。再調整、って言ってるでしょ。まあ都合の良い解釈は、相変わらずですね。さあ、残り任期の間に、結果を残せないと、ムン大統領には、お楽しみが待っていますよ。本当に、焦っているのですね。頑張れ、ムン大統領。マリナだけは、一人になっても、最後までムン大統領を応援します。そして、寄り添っていきます。てへっ。小麦粉たちをして、2週間、企業券のシューマイでつまずいてしまいました。なんとなく、あの皮は小麦粉でないような、気がしてしまったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。